さて、算数の勉強において、とても大切なことを勉強します。200円の10分の1の値段は何円でしょう？20円です。図でご説明します。これを200円の大きさだとします。この10分の1の大きさはこの大きさです。つまり200円割る10で20円となります。では、200円の10分の3の値段はいくらでしょう？同じ図で考えます。この図の3個分ですから、このように60円になります。式は200円割る10かける3で60円となります。さて、このように、ある大きさの10分の1や10分の3の大きさを求める場合に、大変面白い考え方がありますので、それをご紹介しましょう。この方法は、大変重要ですから、しっかり身につけてください。早速、その計算の方法をご説明します。まず、200×10 は2000です。この ×10 というのは元の数の10倍の大きさを求めるということです。では、かける数を10倍にして200×100にすると答えは2万になります。つまり、先ほどの答えと比べると、答えが10倍の数になっています。では、かける数を10分の1にして200×1にすると、答えは200になります。上の式と比べると、答えが10分の1になっています。このように、掛け算の式では、掛ける数を10分の1にすると、答えも10分の1になります。それでは、さらに、掛ける数を10分の1にして、200×0.1 という式を作ると、答えはどうなるでしょうか。この場合も、答えが、10分の1になるはずですから、答えは20となります。つまり、この式は200の10分の1の大きさの数を求める式になっているのです。図では、この大きさを求める式だと言えます。ふう。小数をかける掛け算なんて初めてですよね。そうです。ここが新しいところなんです。